続いてはラムとの関係だ。実はラムの存在が明かされた時、山村警部は候補の一人として考えられていたぜ。根拠は、山村をアルファベットにすると山村となり、ラムの文字が入っている、だからラムで間違いなし、というものだ。その後ラムの正体が判明したことでこの説は完全になくなったぜ。注目すべきは、コナンの世界では他のアニメと同じ設定を持ってくることが多くあるということだ。ここで登場するのがラムなんだ。山村警部の声優は古川俊夫さんで、実は古川さんはうるせえ奴らの主人公である諸星あたるの声優も務めているぜ。注目すべきはラムちゃんとの関係だ。ラムちゃんと諸星は夫婦のような関係であり、腐れ縁の中、声優さんの過去の作品の関係性を踏まえると、ラムと深い仲であるボスって可能性もあり得るんだ。でもこれだけだとラムと腐れ縁でも、ボスってことにはならないんじゃないかしら？鋭いな。だが山村警部がボスだと示す根拠はこれだけじゃないんだ。